皆さん、こんにちは。東京中央日本語学院日本語教師の斉藤優奈です。今日はクラスを飛び出して日本の文化に触れながら日本語の勉強をしましょう。では、行きましょう。私は散歩が好きなので、ちょっと休憩の時間に音楽を聴きながらゆっくり歩いたりすることが多いですね。あちらに見えてきました。あちらが鳩の森八幡神社です。大晦日やお正月など日本にいると神社に訪れることも多いと思いますので、今日は神社でのマナーについて少し勉強したいと思います。ではまず最初に、神社に入る前に鳥居の前でお辞儀をします。緑がいっぱいで気持ちがいいですね。2年ぶりくらいですね。久しぶりにお参りできて嬉しいです。あちらが手水舎になりますね。お参りをする前に、はじめに手を清めたいと思います。はじめに両手を出します。両手を出して手を洗います。水を受けて口をすすぎます。その後でもう一回両手を洗います。私はいつもお参りをするとき、お賽銭で5円を投げてお願い事をします。日本にはご縁があるというあの言葉があります。幸せを結びつけてくれるという意味があります。ご縁とご縁ですね。はじめに2杯なので2回お辞儀をします。その後で2拍手、2回手を叩きます。その後でお願い事をして、最後に1杯、1回お辞儀をして終わりになります。私は皆さんが楽しく日本語の勉強ができますようにとお願いをしました。では皆さん、ここで日本語勉強タイム。今私は皆さんが楽しく日本語が勉強できますようにと言いました。お願いをするときに使う文法になります。例えば、健康でいられますようにとか、 JLPT N3 合格できますように、お願いをするときにこのようにを使います。皆さんも願い事をするとき、ぜひ使ってみてください。では今日はここまでです。皆さん、見てくれてありがとうございます。また次も見てください。バイバーイ。